はいどうも、ゴーのゴーゴー TV です。今回はこちら、仮面ライダービルド光る鳴るデラックスラビットタンクスパークリングを使って音声確認なんかをして遊んでいきたいと思います。こちらなんですけど、仮面ライダービルドが新フォームのラビットタンクスパークリングフォームに変身するためのアイテムとなっております。で、一応登場の方は本日から公開されております仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナルの方で先に公開されてから、明日の12月10日の放送ですね、テレビ放送の方で登場するという形になっていると思いますんで、まあ、映画を先に見た方は映画でもうすでにどんな感じかっていうのは分かって見えるかと思いますね。こんな感じになっております。で、ちなみに僕は映画明日の日曜日の12月10日の方に見に行きたいなと思っておりますんで、まだどんな感じなのかっていうのは全く分かっておりませんが、まあ、テレビくんの方で、まあ、なんとなくは見ておりますんで、まあ、こちらのパッケージにも載っていますが、まあ、ちょっとこんな感じでちょっとギザギザした感じのデザインになっておりますね。はい、まあ、どんな感じで登場するか楽しみですね。はい、ということで今回はこちらを使って遊んでいきたいと思います。はい、では箱の方を見ていきたいと思います。では見ていきましょう。こんな感じですね。ラビットタンクスパークリングに変身。今回はベストマッチではなくて変身って書かれておりますね。で、まあ、仮面ライダービルドのラビットスパークリングフォームが載っておりまして、まあ、これがラビットタンクスパークリングということで、結構なんかデカめのカンカンみたいな感じのデザインしておりますね。で、光るなるデラックスラビットタンクスパークリング。いやー、楽しみですね、どんな感じか。で、横はこんな感じで、逆サイドもこんな感じ。で、裏にはこんな感じで、ラビットタンクスパークリングで遊び広がるということで、ガンバーライジングとかぶっ飛ばソウルでも使えるんですね。これ、ぶっ飛ばソウルでのスキャン、大変じゃないですか。このサイズ持つってことですよね。で、あとは、まあ、ビルドドライバーと連動。まあ、他のデラックスガンは書いてないんで、まあ、今回ビルドドライバーとの連動のみとなっているみたいですね。一番、別売りのデラックスビルドドライバーでラビットタンクスパークリングフォームに変身。プルタブを開けるベルトにセット。待機音が発動。で、もう一回プルタブを戻す感じかな。どういうこと？違うかな。そのままでいいんかな。ちょっと説明書を見てみたいと思います。はい、こんな感じで、まあ、いろいろ流れますね、音声が。で、2番必殺技、まあ、この辺はやり方一緒ですね。で、ラビットタンクスパークリングの音声遊びで上下に振って、炭酸音が鳴る。で、プルタブを開いて副眼が発光、缶を開ける音が鳴るという感じで、単体での遊び方もあるみたいですね。で、ボタン電池使用と、こんな感じになっております。で、ちょっと今テレビくんの方をちょっとカンニングしたんですけど、なんかラビットタンクスパークリングフォームは、全ての武器を使えるってことが書いてあって、まあ、基本的に4コマ忍法刀とかだったりすると、まあ、忍コミックフォームじゃないと使えないですし、海賊発射なら海賊列車フォームしか使えないですし、ホークガトリンガーならホークガトリングフォームしか使えないしっていう感じだったみたいなんですけど、こちらの今回変身いたしますラビットスパークリングフォームは全ての武器が使えるっていう、まあ、そういうスペックらしいんで、これなかなかとんでもないんじゃないですか。二刀流とかもあるんじゃないですか、もしかしたら。っていうなんかスペックになってるみたいですね。今ちょっとパッと見ただけなんで、まあ他にもスペック的なものはあるのかもしれないですけど、まあちょっとパッと見た感じ、そんな感じのスペックになってるらしいです。はい、ということで中身を取り出して見ていきたいと思います。はい、ではこちらテープ切りましたんで開封していきましょう。では取り出していきましょうか。もうめちゃくちゃでかそうですからね。じゃあ、せーの。おお、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、これ。じゃあ、取り出しましょうか。超かっこいいですよ、これ。なんか、思ってた感じとちょっと違う感じっすね。なんか、すごい反射して顔が映る。これ、気をつけんとまずいやつ。はい。では、こんな感じですね。これは気をつけよう。ここが一応副眼部分の、再現になっておりまして、まあ、こちらが液体パーツで液体がこう流れていく感じの、あれですね、ギミック的なものが書かれておりますね。で、ここら辺はちゃんとメカメカしい造形になっておりまして、ラビットタンクスパークリングって書かれております。正面はこんな感じですね。で、上側、ここがプルタブなんですね。これなんか、ああ、なるほど。これ固定じゃないかな、固定じゃないみたいですね。開けたら戻る式ですね、これ。なるほど、そういうこと。
で、まあ、こういう感じでちゃんとかましてやりますね。取っとこう。はい。で、底側がこんな感じで、ちゃんとボトルが刺さってるような感じでなっておりますが、ここの蓋部分は回りませんね。はい。で、QR コード。098。となっておりますね。で、後ろ側がこんな感じで、ボタン電池なんで、まあ、こんな感じで絶縁シールがついておりまして、まあ、一応ネジ式の、電池ボックスになっております。で、認識ピンがこんな感じでありますね。はい。なるほどね。これはすごいけど、顔が映りそうで怖いですね。はい。こんな感じになっておりますんで、まずは単体遊びをやっていきたいと思いますんで、こちらの絶縁シートを抜きましょうか。これは電源的なものはない感じですね。多分ないですよね、これ。ちょっとプルタブ。何もとならん。これなんか、ここが、収納できるんですよね。で、この状態で、これ開けると。おーびっくりするね。はい。で、確か、この状態で今、こう押し込んだ状態で振るとなんか音が鳴るらしいですね。ちょっと振ってみましょうか。おお、これ実際の炭酸ジュースとかでやっちゃダメですよ。とんでもないことになりますから。はい、これが、炭酸音ですね。これ振った回数に応じてるとかなんかな、一回。あ、なるほど。一回でも音は結構長めですね。はい。で、とりあえず収納して、振ってみて、で、今度プルタブ開けるとさっきの音が鳴るんかな。なんかランダム音声があるみたいなこと書いてありましたけど、ちょっと開けますね。あ、さっきと違いますね。で、もう一回。ああ確かにランダム音声ですね。おお2種類かな。はい、こんな感じになっておりますね。ランダムで当たり音が鳴ります。あ、そういうことか。なんで多分テレレテレみたいな、なんかちょっと違うな。なんかこれが多分通常音声で、あ、これが多分当たり音ですね。で、この当たり音がランダム音声で、まあ、通常はシュワーみたいな音声が通常の音声みたいな感じになっておりますね。はい。なかなかやっぱこの複眼部分が LED で光るんで、かっこいいですね、これ。うん。めっちゃかっこいい。はい。とりあえずまあ単体遊びはこんな感じですね。では、せっかくなんでビルドドライバーと連動させてみたいと思います。はい、ではビルドドライバー準備しましたんで、連動音声聞いていきたいと思います。では電源をオン。で、これは今ここが収納された状態になっておりますんで、プルタブを開きます。で、この状態で振ると音は鳴らないんですけど、ここの LED が光るんですよね。ちょっと先ほどやるの忘れたんですけど、これ難しいですね、なかなか。一応まあこんな感じで、多分ちょっと分かりにくいかなって感じですけど、カメラ越しだと。一応この状態で振ると音は鳴らないですけど、こう目の膨らむ部分が光る感じとなっております。さあ、ではさあ実験を始めようかっていうのかちょっと分からないですけど、さあ音声確認いきましょう。ではこの状態で、すげえ大気音ですね、これ。さあ、じゃあ行きましょうか。変身。勝利の法則は決まった。はい、すごい。すごい。
もう今言ったあの掛け声がいつも通りであればこんな感じだと思うんですけど、まあ、もしかしたら変わるかもしれないですね。はい、ってことで音声が Are you ready? シュワッと弾けるラベちゃんスパークリングイエーイイエーイって言ってますね。いやなんかすごいこう光り方がすごい、連動音声がめちゃくちゃすごいですし、この光の連動もなかなかいい感じで、これいいですね、めちゃくちゃ。はい、こんな感じになっております。で、これまた必殺技遊びは、まあ、いつもと一緒でこの状態でもう一回レバーを回せば必殺技発動という感じになっておりますので、やってみたいと思います。では、いいですね光り方がいい、めちゃくちゃいい、ちゃんと音声に連動して光ってるんで、これはなかなかテンションが上がるやつですね。で、音声はレディーゴースパークリングフィニッシュっていう音声が流れますね。はい、ビルドドライバーとの連動は以上です。はい、まあちなみになんですけど、このトランスチームガンにはハマりませんね。これはもうこれつっかいちゃいますんでハマりませんし、まあ、例えばこれをこう収納した状態でも、もう突っかかっちゃうんで、ちょうどここの部分が突っかかるんで、もうこれ以上押し込むことができないんで、もうトランスチームガンにはもう完全にはまらない感じになっております。はい、というわけで今回はこちらの仮面ライダービルドデラックスラビットタンクスパークリングを使って音声確認をして遊んでまいりました。もうこれは音声が素晴らしいですし、あのベルトとの連動のこの LED の光り方なんかもちゃんと音声と連動した感じの光り方になってて、すごいかっこいいものだったんで、まあ、本編とか映画でどのような感じの活躍をするのか期待しながら、明日の放送と映画平成ジェネレーションズを見に行きたいと思っております。またあの映画に関しては感想動画なんかも作っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。